どうも皆さんこんにちは。生物観察の鬼です。そしてこれはエビ水槽ですね。ここに映っているエビちゃんはこれスーパーで売られてたものです。スーパーの鮮魚コーナー出身の車エビですね。あ、すいません、あの厳密には違いますね。確か鹿児島県産やったかな。鹿児島県産の車エビです。多分鹿児島県のどっかの養殖場で育ったんでしょうね。鹿児島県の養殖場ですくすくと育った車エビちゃん見てください。ほら美味しそうですね。可愛いでちゅね。この子ね結構いい色合いで美味しそうな子ですね。一番美味しそうかもしれない。車エビの餌としてハマグリ入れたんですけれども、全然ね食われる様子がなくて、もはやオブジェと化しております。このように車エビは砂に潜る習性がありまして、砂地に生息してます。そして雑食性でね、いろんなものを食べるんですよ。例えばゴカイとか貝とか他の生き物の死骸ですね。死んだ魚とか死んだ貝とかね。あとは共食いで自分たちの仲間の死骸も食べちゃったりします。先日1匹お亡くなりになってしまったんですけれども、その時ね目ん玉と足が食われてしまってました。恐ろしいですね。雑食性でもう何でも食っちゃうんですよね。私はこのエビちゃんたちに釣り餌屋さんで買ってきたゴカイとかスーパーで買ってきたアサリを食わせてます。いつも動物質のものばっか食べてるんで、ちょっと栄養偏らないか心配なんですよね。食事はバランスよく取らないと長生きできませんから、もしかしたら死んじゃった子たちはね野菜分が不足してたのかもしれない。食物繊維の不足で早死にしてしまったのかもしれません。ですから私反省しました。今日はこの子たちに食物繊維取らせてあげようと思います。食物繊維はこれですね。じゃじゃーん、増えるわかめちゃん、三陸わかめ、三陸産の乾燥わかめですね。これここに書いてありますよね。増えるわかめちゃんは良質のわかめを乾燥していますので美味しさが違いますと。美味しさが違うそうです。ちなみにわかめは別に野菜でも植物でもなくて、これ海藻ですね。海藻って実はね植物とはちょっと違うものなんですよ。植物的な性質を持ってて、細胞もね植物的な細胞なんですけれども、厳密には植物と違って一応原生生物なのかな。藻類は確かね植物、厳密には植物ではないんですよ。でもねほらここ食物繊維、カルシウム、鉄分たっぷりと、ほら食物繊維が入ってるんですよ。この増えるわかめをエビちゃんに食わせたエビちゃんたちね、食物繊維もりもり取ることができるんですよ。野生下では多分クルマエビはね海藻とかも食べてると思いますから、海藻逃げないんでね。では開封します。ビリビリビリ。これはもう手で開けられますか。包丁使うまでもありません。中にはカラカラに乾燥したカピカピのワカメちゃんが入ってますね。増えるワカメちゃん、ちょっとつまみ食いしようかな。うん、うわ、うん、適度な塩味が心地いいですね。美味しいですね。うん、うまいうまいうまい。増えるワカメちゃん美味しいです。多分これはエビちゃんも喜んでくれます。おうま。では早速この増えるワカメちゃんでエビ水槽を爆撃していきます。いきます。ドバ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 元のみずみずしいワカメの姿に戻るんですね。多分そうなったらエビちゃんたちねワカメ食べてくれると思います。おそらくね。お見てください、投入してまだ1分も経ってないのにもうかなりワカメが戻ってきてます。増えるワカメちゃん戻るの早いですね。これ人工海水で塩分入ってるので戻るのに時間かかるかなって思ったんですけれども、杞憂でしたね。もうねほら見てください、みずみずしいワカメちゃんになっておりまちゅな。ほらほーいほーい、うわー水流でワカメが舞い上げられてます。うわー、よしよし、もうちょっとしたらね完全にあの元みずみずしい姿に戻るでしょう。ほら海藻がエビ水槽に緑がグリーンが彩りが添えられましたね。なんか綺麗ですね。これ食ってくれたら楽なんやけどな。増えるワカメちゃん、増えるワカメちゃんね、これ保存効きますからね。どうしてもね5回とかねずっと冷蔵庫入れておくと死んじゃうんですよね。アサリもねずっとほっといたら腐りますから、
やっぱね、乾燥したものを水で戻して与えられるんだったらそれに越したことはないですから、このわかめ食べてくれたらご主人ちゃま嬉しいなぁ、エビちゃん。もう完全に元に戻りましたね。エビちゃん食べるかな。ほら出てこい、エビちゃん。ほら出てこい。食べるか、食べるか、わかめ食べるかな。どうだどうだ、エビちゃん、わかめ食べる、わかめ食べる、食べる、食べへんの、わかめ食べんのか、嫌いか、わかめは。おエビちゃん、わかめ食べるかな、食べるかな、食べる様子がありませんね。まさか食べないのか、食べないのか。じゃあこのエビちゃんはどうかな。エビちゃん、エビちゃん出ておいで。ほら出ておいで。ほらわかめでちゅよ、わかめちゃんでちゅよ。食べないんでちゅか。じゃあこの個体に食べさせてみましょうか。さあどうかな、食べまちか、食べまちか、いりまちんか、わかめちゃん嫌いでちゅか、わかめちゃん、エビちゃん。食べませんね。餌として認識していないようですね。これはこれね、ゴカイとかシラスとかだったらもうすぐパパパパパって食べるんですよ。それを食べないってことはこれ餌として認識しませんね。うわーマジか。そっかそっか、エビちゃんはワカメちゃんは嫌いでちゅか。なんとかして食物繊維取らしてえな。ちょっと今度これを与えてみましょう。これは昆布ですね。私こないだね、ブリシャブしたんですよ。それで昆布で出し取ったんですよ。ブリシャブ美味しいですよ。その余りの昆布ですね、それを水で戻しました。これ昆布やったら食うんじゃない。昆布はね、旨味成分が豊富なので食べるかもしれません。ほら昆布ちゃんでちゅよ、昆布ちゃんでちゅよ、いりまちんか、いりまちんか、昆布ちゃん、ほら昆布ちゃんでちゅよ。食べないの。じゃあちょっと無理やり食べさせてみるか。強制的に食わしてみましょうか。昆布ちゃんでちゅよ、いりまちんか、昆布ちゃん、いりまちんか、いりまちんか、昆布ちゃん。ああそう、食べないな。じゃあこっちの子はどうかな。昆布ちゃんでちゅよ、じゃあ昆布ちゃんでちゅよ、どうでちゅか。昆布ちゃん、いりまちんか、いりまちんか、昆布ちゃん、昆布ちゃん、昆布ちゃん食べませんね。ほらどうや、食わんか昆布。食べとる様子はないな。これは潜ろうとしてるだけですね。昆布潜んのに邪魔だよみたいな、そんな感じですね。全然食べませんね。全然食べません。全然食わねえじゃん、全然食わねえじゃん。ほら全然食わねえじゃん、わかめも昆布も全然食わねえじゃん、全然食わねえじゃん、全然食わねえじゃん、全然食わねえじゃん。昆布も食わんし、わかめも食わんし、じゃあ何なら食べるのさ。ひじきとかか。お、今度はひじきぶち込んだろか、マジで。全然食わないんですけど、どういうことですかこれ、どういうことこれ、本当にどうなってんねん。全然ね食べないんですよね。なんかうわーショック、全然食べませんね。海藻本当は食わんのかな。海藻もね、何でも食べるんじゃなくて、なんか好みの種類があるのかもしれませんね。もしかしたら動物性の餌でもね、食いつきのいい悪いがあるんで、海藻も食いつきの良し悪しがあるのかもしれません。昆布とかわかめは多分ね、食いつき悪いんだろうな。これ見とる感じ、昆布とかめっちゃ旨味成分今出てるんですけどね、全然食べないんですよ。ほら近づけてあげてもね、全然食べないんですよね。全然食わん、マジで。ほらほらほら、食わないのか。ほら嫌がるもんね。まあもうちょっとね、まあまだそんなすぐ腐るようなもんじゃないんで、しばらく入れときますけども、まあ多分食べないでしょうね。これは、まあ、一晩経って食われなかったらこれ掃除します。じゃあもしかしたら生わかめとか生昆布だったら食べるのかもしれませんね。今春でね、わかめ旬なんですよ。生わかめ鮮魚コーナーで売られてたりするんで、今度はね、生わかめ乾燥する前の生の状態のわかめを入れてみましょう。もしかしたらその生の海藻じゃないとダメという可能性もありますから、海藻食べないわけじゃないと思うんですよ。多分ね、生の海藻の匂いがいいんじゃないでしょうかね、多分ね。
乾燥わかめはダメみたいですね。もうわがままだな本当に。今度は生わかめ与えてあげますからね。今度は生わかめ食べさせてあげますからね。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。ほほい。わかめが顔に当たって嫌がった。わかめ嫌がられてますね。嫌がられとるよ。ほほい。ほほい。ほほい。うえー。